小林の焼きそば飯黒米サンドイッチ選手みたい栗大福栗大福選手パフパフパフOK です。到着。お疲れ様でした。暗い。隣にフリードがおるよ、フリード。一緒だよ。日よけしとるね。うん、いい日よけしとる、日よけ。いい日よけしとるよ。今日のゲストは、おやえさんです。顔見せ NG です。お茶をね、お茶を温めてね。を温めますよ。カレーです。で、今ね、こたつもあったかいですけど、こたつ入っとる？うん、あったかいよ。じんわり。これね、ちょっとすごいところがね、うん、取り外して、うん、なんとパネルヒーターにもなる。パネルヒーター？こたつをね、こたつ。素晴らしい。素晴らしい。このこたつ。こたつ、これまた別の動画参照に。これね、こうやって。立てて使えるの。したらここが暖かくなる。そうそう、足がね。うん。あったか。暖房器具として使えるってこと。そう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 。いくらぐらいするの？お高いんでしょ？いや、これ5000円ぐらいで。顔映すぞ。やめてください。恥ずかしめるぞ。こうやって。すごい。やろう？テレビみたい。これ楽天で買いました。ジャパネット高田じゃない。今回はこれもつきますみたいな。そんなんじゃないです。効果買取。どこにあってももう車の中があったかくなった。うん。今日私めっちゃ可愛いまったり服持ってきてん。え？ジェラートピケ？これジェラートピケ。ユニクロ。じゃーん。ターボ。Z 世代の皆さん知ってますか？これね、うちのタマ知りませんかとかね。そうそうそう、懐かしいやろ。お着替えはタマ着替え。何を温めるんですか？太陽の国からの贈り物。でどうやる？イリ入れて。イリ入れて。これ YouTube で見ました。見ましたよね。この間新潟で仕入れた。はい、やっぱり。あげんけどあげんけどこれで飲んでいいよっていうやつ。開けていい？プレゼントちゃう。なんだろうそれね。スノーピークのやつか。そうそうそう。ありがとうございます。あざといなぁ。あっつ。在日ファンクともみ面白かったね。もみじゃなかった。在日ファンク。バクダン。こわい。初二人で。芋虫。皆さんおやすみなさーい。おやすみ。めっちゃいい天気。まだ寝てます。寝袋良さそう。あっ。ちょっとはたげて。反対。後で行こう。これ何？里芋？あ、親芋って書いてある。イサザ、モロコって琵琶湖に取れるんよ。モロコ？なんでも美味しそうやね。ねえ、おかき。美味しそう。このミルキークイーンが美味しいらしいよ。ちょっとでも買えるんかね。ちょっと食べてみたいなと思って。あ、それ買ってこうかな。これ精米しちゃうんかね。ミルキークイーン推し。これなんか船乗るとこ？琵琶湖大橋？うん。琵琶湖大橋です。これを買ってきました。味わいの赤味いぶきハム手作り燻製。これでホットサンドを作ります。贅沢。これバタートップ。オープン。うん、いい感じ。あ、めっちゃいい匂いする。贅沢ホットサンド。じゃん。美味しそう。わあ、美味しいよ。超美味しそう。切ります。うわい。うえい。パカ。いただきます。いただきます。いい感じ。いい感じ。はい、今日の朝食セットです。いただきます。めっちゃおいしい。最高。最高。ブーブーブー。怖い。新楽公園？公園。あ、甘くない。すごい生クリームみたい。あっさり。ちょっと見逃せられないことがありました。これこれやめて何ですかこれ。かくんナンガが泣いてますよこれ。干すの。芋虫みたいにされて。愛くるしいこれは。はい、じゃあ整ったんで、はい、行くぞー、帰るぞー。